台風の英雄物語第3話、二代目将軍。あちこちで低気圧の話が出ています。台風14号パピーの戦いは熾烈を極めている。太平洋高気圧が EC システムと GFS の影響を受ける二大勢力主導の低気圧、継続的な攻撃と構造的損傷徐々に北へ後退。本日9月21日午前9時 GFSK と EC系は2つのグループに分かれており、合計4チームで構成されています。それぞれグアムの左側と右側から同時に太平洋高気圧に対して攻撃を開始する GFS パイオニア 96W、 北東から西へ攻撃する北緯14度、東経157度、グアム北東部海域 1300km、 中心気圧 1600hPa、 中心速度時速 35km。 グアムの左側からの GFS の第2低気圧ライン、攻撃面が最も顕著。今後数日間で大きな進歩が見られるでしょう。台風14号の子犬を直接入手しても、またEC システムの低圧物理的強度は相対的に不十分である。中秋節の時期に近くの予算を攻める作戦に変更、台湾付近や南シナ海の攻略を目指す EC システムと GFS の違いは何ですか？現在の混沌とし他戦場で誰が主導権を握ることができるでしょうか？引き続きロックしてください。チクキアーンシンは天気を予測します。天気はチクキアーンシンが説明します。台風英雄物語第4話、南シナ海ジュニアショー。皆さんのサポートと愛に感謝します。